ささんこんばんこばはお元気に過ごされていますか今日は皆さんに鹿児島出身である私があの鹿児島とスイスの共通点についてお話ししようと思ってますで私なんですけどあの正解って言います で鹿児島出身で今の東京に住んでるんですけどあのスイスにですね2018年に訪れてもうスイス行った時にいやもうこれほとんど鹿児島なんじゃないかなって思ってで共通点がね10個あるんですよなんでその共通点について今日は、えー、お話ししていこうかなと思いますでまず一つ目ですねこれね 東京から直行便が飛んでるんです。でも、鹿児島はもちろんね、あの、ANA だったり、JAL だったり、まあ、ソラシドエアだったり、まあ、いろんな航空会社が、あの、東京と、東京の羽田空港と、鹿児島のね、溝辺のあの、鹿児島空港との間で飛行機飛ばしてますけど、あの、スイスもね、 直行便が飛んでるんです。あの成田空港からあの中ッ飛空港っていうところに、あのスイスインターナショナルエアラインズっていうのがあの直行便を飛ばしてましてですね。もうだから、あのもうスイスに行こうって言ってこう飛行機に乗ってる段階からこれほとんど鹿児島なんじゃないかなって思って、えー、スイスに行きました。二つ目はですね、山があることですね。 鹿児島って言ったらやっぱりあの桜島。あの大隅半島と薩摩半島の間にある桜島ね。これも鹿児島の人間だったらもうみんな知ってる。もう特にね、市内に住んでる人は、あの方角がわからなくなった時は、もうあのね、右手を桜島の方にやって正面向けばもう正面が北だと。まあそうやって道に迷った時はね、あのみんなこう解決してきたと思うんだけど、それと同じ水質ススもね、 山がたくさんあるのよでねやっぱり一番有名なのはねこれもうあのー、マッターホルンマッターホルンだと思うでねこれマッターホルンっていうのはねあの、まあ、いろんなとこから見えるんだけど有名なのはねツェルマットっていうねあのーまあ、山のふもとの町みたいなのがあってでそこからあのー、登山列車に乗って結構上のところまで行けるのね でもちろんね、下ることも、その上まで行って、電車で上まで行って、下ることもできるんだけど、あのね、おすすめはね、上りは電車で行って、で、帰りはね、歩いて帰るとね、もうすごく楽しい。すごく楽しい。あのね、鹿児島と違うのはね、すごいね、あの、夏の初めとかに行くと、あったかいんだけど、あの、雪がまだ残ってて、まあ、雪どけ水、雪どけ水というかね、あの、雪の中をね、 山袖とかで歩くことができて、まあ、楽しいの。で、景色もすごい綺麗でね、あの、おすすめです。ただ、注意はね、もう絶対にね、帽子とサングラス、これ絶対につけていかないと、もう大変なことになるから、これはね、経験者が語るもね、嘘だと思って、まあ、あの、もうほんと絶対に、あのー、ね、帽子とサングラス、そして日焼け止め。で、できれば長袖だとか、まあ、日焼け対策をね、すごいね、 徹底していいった方がいいですはいはい次ね3つ目あのね3つ目ね電車網がね張り巡らされてるところあのね鹿児島だったらあのもうね新幹線とかで来ればもうまず中央駅に行くでしょうで中央駅も出たらねすぐね路面電車がね走ってねまあ私たちそう市電って呼んでますけど、まあ、市電に乗れば大体もう市内のね ととここはどこでも行けると、まあ、そうやってね鹿児島の人間はまあ生きているわけですけれどももうねスイスも一緒スイスはね本当にね鉄道網が発達してて結構な田舎町もね電車で行けるで、ね、しかもねすごいね、あのー、ヨーロッパにあってこれ特徴的だなっていうのが時刻表通りにね電車が来ることこれはねヨーロッパをねいろんな他の国旅してると 気づくと思ううんだけど結構ね時刻表って合っててなないようなもんでもねスイスは結構ね時刻表通りに電車が来てこれっていうのはねあの旅行する身としてはすごくやりやすい。うん、だからもうね鹿児島にいる感覚で、ね、例えばも中央駅からあの天文館どり行こうかなって言って電車に乗るのと同じようなね乗りですと自然に乗るのと同じような乗りで。 あのね、あのチューリッヒからルツェルンとかもいろんなとこ行けるからおすすめです。あのちょっと、ね、電車賃が、ね、鹿児島と比べて、ね、高いんだけれどもあの、ね、スイスレールパスかなだとかー、ね、レールパスだとか、まあ、そういう、ね、乗り放題系のものを、まあね、たくさん乗るんだったら、ね、あの事前に、ね、あの日本で買っておいてでそれで行くっていうのもあのおすすめです。は 下がね回ってきた、ね、えー、次洋館の並ぶ綺麗な街並みであることもうこれもね一緒ですねあもう鹿児島っていうとねもうこれですよもう磯庭園があって、まあ、そこにこのねスタバがあってもうみんな行くよねもうあの なんていうのかな、そのスタバに座ればね、目の前に金港湾が広がってて、で、桜島が見えて、もうほんとね、ハイソナね、もうわっつえハイソな気持ちになれるわけよ。でも同じ、もうね、スイスもね、いろんな街行ってもね、もう洋館が並んでてね、もう一つ一つがもう可愛いいわけよ、ちっちゃくてね、小切れで、でカラフルでね。 ででしかもね、その、なんていうのかな、まあ、まあ統一感があってね、その統一感がある感じがね、またね、あの街のこう川の流れだとか、こう空が青いのだとか、もしくは、木々が生い茂ったところ、これとすごくね、マッチしてね、もう綺麗なんですよ。もうだから、ね、あの飛行機ね、十何時間乗って行って、着いても、こう街なり見たら、あこれ鹿児島じゃんっていう、まあ、だ鹿児島出身者にとってはすごく懐かしさをね、 感じられるそういうところです。はい。六つ目、6つ目はね、あのね英語がね公用語じゃないところですね。<noise> で鹿児島の公用語はね、あのー、鹿児島弁って言いたいところなんですけれども、もうね私みたいなちょっと若い世代になると、もう喫水の鹿児島弁ってなかなかね。 話されないわけですよ。話せないわけです。で、まあ私たちが喋るのはそれ何かっていうと、まあ、辛いも標準語って言って、まあ、言葉の一つ一つをね、取っていくと、まあ、すごい標準語みたい。もうテレビで喋られてるような標準語みたいなんだけれども、まあ、イントネーションがね、ちょっと特徴的で、これがやっぱりね、鹿児島人のアイデンティティをね、形作ってるわけですよ。うん。だからね、県外の人がね、あの、鹿児島に来てね、市電なんか乗ると、 何を喋ってるの、この人たちはって思うらしいんですけども、一方でね、うちの母親はね、あのー、私がね、あのー、大学行くって言って上京したにこに、こう東京に遊びに来てね、まあ、東京の、ね、地下鉄なんて、まあ、銀座線なんて乗るとね、こうもうもみんなが喋ってる声を聞いてもね、テレビ見てるみたいだなんて言うんですね。まあ、そういう感じでも、鹿児島ではやっぱりちょっとね、他の地域で話されてる日本語とは違って、辛いも標準語を喋るわけですよ。一方でね、 スイスっていうのもね、あのー、あ彼も標準語は喋られてるっていうのは要は英語は話されてないってことなんですけども,もうスイスもね英語はね話さないわけですよでスイスっていうのはねちょっとあの難しい話になるんですけども公用語が4つありまして、まあ、一番話されてるのは、えー、ドイツ語ですねで、まあ、他に3つが、まあ、あのイタリア語あと、えー フランス語、そしてあと、フラマン語っていうね。まあ、この4つが公用語です。まあ、ただ、あの、チューリッヒだとか、ベルンだとか、まあ、そういう大きい都市は、大きい都市というか、ま、人口の、ね、6割ぐらいかな、6割ぐらいはもうドイツ語で話してると。そういうところになりますね。ただ、そのドイツ語もドイツ本国で話されている、ドイツ語とは、 違うみたいですね。あのまあ、だから行ってしまえば、あのドイツで話されているドイツ語がね。あの、東京の標準語だとすればまあ、スイスで話されているドイツ語っていうのはあのまあ、ね。鹿児島の人が話す。辛いも標準語みたいなまあ、そういう感じですね。まあ、そういうところにもやっぱりね。あの共通点があるというところになります。はい。であ、7つ目の共通点はね。人口密度です。 私調べたんですけれども、鹿児島の、ね、人口密度がね、鹿児島県で大体173人。一方で、スイスの人口密度はね、215人でした。まあ、ちょっと差があるみたいですけれども、あの、なんていうんですかね、まあ、大体同じぐらいだと、まあ、200人前後だっていうことで、まあ、人口密度もね、ほとんど一緒かなと思います。なんで、まあ、鹿児島もね、鹿児島市に行くと結構人は多いんですけれども、 ね、特に中央駅とかね,あのねみんな大好き天文館だとか、まあ、最近は、ね、イオンだとかそういうところに行かれるんだと思うんですけれども、まあ、かただねちょっと離れるとねもう結構人はまばらっていう、まあ、そういう雰囲気をね鹿児島って持ってますけれども,もうスイスもねあのチューリッヒだとかベルンだとか、まあ、ローザンヌだとか、まあ、そういうね都会はまあ人は多いですけれども多いって言ってもね あの日本の他のの、ね、地域のね,、まあ、ね東京とか大阪みたいなそういうバーンって、ね、おあの人がごちゃごちゃしてて、ね、街も大きいっていうのは違って、まあ、言ってしまえば、ね、あの日本の地方都市ぐらいの大きさなんですけれども,そ,れもその、ね、地方都市みたいな大きさのところもちょっと離れるともう、ね、のどかな風景が広がってて。 だらもうやっぱ行ってしまえばもうこれもほとんどやっぱりもう鹿児島なんじゃないかってまあ鹿児島出身者が行くとねそういう人がまばらっていうような点においてもあまあこれもほとんど鹿児島なんじゃないかなって思っちゃうまあそういうえー、ところもありますねはい次はですね国旗あの国の旗ですね国旗にですね十字が描かれていること これはもう本当明らかな共通点ですよね。もう並べてみたらわかると思います。まあ、鹿児島の今の剣の旗は違いますけれども、薩摩藩の時代のね、もう島津のお殿様が治めてた時代はね、やっぱ十字のね、あの、ほら、こういうのを使ってたんですけれども、で、一方でスイスの国旗はこれですよ。あの、赤にね、白抜きで、あの、ありまして、もうこれもほとんど一緒ですよね。だからもう、 なんて言うう、でしょうスイスに行って国旗が掲げられてるのを見てもねどこか懐かしさを感じる、まあ、やっぱり鹿児島の人にとってスイスっていうのはそういう場所なんですね次はですねあの海もしくはね湖の向こうが外国であることですねうん、まあ、鹿児島なんていうもうね あの日本の本土の最南端ですから、もう海の向こうはね、まあ、朝鮮半島、韓国、あとはまあ中国だったりですかね、あとはもうあの、ね、台湾だとかもね、簡単に行けちゃう、まあ、そういうところですよ。なんでも鹿児島っても国際色豊かで、ね、すごいドメスティックに思われるかもしれないんですけれども、もうね、すごい江戸時代、もっと前から国際的な交流が盛んな町、それが鹿児島でした。だからね、あのー、なんていうんですかね、 日本で一番最初の製鉄所とかですかねあれも鹿児島の磯亭の,のところでしたしやっぱり有名なのはキリスト教が伝わったりあと鉄砲が伝わったのどっちも鹿児島ですねうん一方でねスイスっていうのもあの内陸国でね全部周りはあの外国に囲まれてるんですね あのー、北ドイツ、フランス、あとオーストリア、えー、ちょっとそんな感じですかね。ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、まあ多分そんな感じで囲まれています。でね、この湖の向こうがね、外国であるってさっき言いましたけれども、これ何かって言っうとローザンヌのところですね。ローザンヌってあのね、 国際オリンピック委員会の本部があるところで私が言った2018年の時なんかはね、2020年東京ね、もうすぐだね、みたいなそういう展示があってで、まさかこうなるとは誰も思ってなかったんですけども、そういうオリンピックのね、えー、オリンピック委員会の本部があるところで、でそこのね、前に湖があるんですよ。なんて湖だったかな。まあ、その湖があって、でその湖の向こうがね、もうフランスなんです。で、しかもね、 フランスって言っても結構特別なところでみんなあのミネラルウォーターのエビアン飲むでしょうあのエビアンのね水が取れてるところがあるんですよローザンヌの湖の向こうのフランスに、まあ、そういう感じで結構ねあのー、いスイスもね外国をね身近に感じられるようなそういうところになりますねね今まで今9個もう言ってきて これね、ご覧になっている鹿児島出身の皆さんもしくは鹿児島にお住まいの皆さんもう,もうスイスってもうほとんど鹿児島じゃんって思いかもしれませんでね最後はねもうねもう結構明確な、ね、共通点これをね10個目に申し上げますそれがね風光明媚で最高の旅先であることですね青ですねもう本当にね 鹿児島っていうのはね、綺麗な景色に満ち溢れてるんですよ。東京だとかね、そ大都会では見られないね、もう桜島とかいろんなことを申し上げましたけど、本藤を離れてもね、種子島だとか、もしくは奄美大島だとか、も私も行ったことないんですけどね、あのー、あと屋久島ね、あとまあ最近で言うと与論島与論島まあね。 そうもうね、離島の魅力もたくさんあってね、本土の方もね、あのね鹿児島市だけじゃなくて、あの大隅の方に行ってもいろいろありますし、ね、あとはあのー、霧島の方ね、あの宮崎との県境の方とかもね、すごいね、あのー、魅力的なところで、い、ま、ろ、あ、んな綺麗な景色が見られて、本当におすすめの旅先です。でね、スイスもそうなんですよ、もうスイスもね、ハイジの世界が広がっているだけじゃなくてね、 あの何、ー、て言うのかなすごくね山々が綺麗っていうのが、まあ、私の一番の印象なんですけども、まあ、それに加えてもこう綺麗な、ね、あの清潔感あふれる街並みだとかあとはね、まあ、人も親切でなんか東京とかにいるとねあの信号のない横断歩道とかね全然もうみんなあの車が譲ってくれないんですけどもあそこスイスにいるとねもうやっぱり ななんていううのかなこう横断歩道の前で待っててもね車が絶対止まってくれるだとかねそういう心温かい体験もできるんですはいまあねそういう意味でもうスイスも本当におすすすめのの旅先ですあの他にもね私行ってないんですけどサンモリッツでねスキーをしたりだとか、まあ、そういう魅力もあるみたいでそういうところもねぜひいつかね行ってみたいなと思ってるところです <noise> 今日はね、こうやって、あのー、スイスとそして鹿児島とその共通点について皆さんに、えー、お話ししてきました、まあ、他にもねこんな共通点があるようだとかねあのー、鹿児島と例えばねイタリアが似てるとかね中国が似てるとかもしそういうのがね、えー、あったら皆さんコメント欄で教えてくださいではまた次の動画で 知ったような神社とお寺パーにつけるのは似てた帽子はいつもにえら株を買うのはイケア腕の扱いは欲しけらステーキはミニアでご覧のとんぐい中身ペラペラだけど今後に期た